戦国のスーパースター真田幸村、その波乱万丈の生涯を三谷幸喜が勇気と愛に満ちた物語としてオリジナルで描く真田丸が NHK の大河ドラマで2016年1月から放送開始されます。6月29日に友人と連れ立って主人公の真田幸村が幼少期に過ごしたといわれる群馬県の岩櫃城市を訪ねてきました。最近増え続けている熊が昨日も見られたとのことでしたが、あいにく熊鈴は持ち合わせていませんでしたので、同行の友人と大声で会話しながら短時間で本丸跡まで登り早々に引き上げてきました。しかし真田幸村が幼少期に暮らしたと言われているこの城は武田家の三大県城、岩櫃城、岩殿城、久能城と言われるだけに山城にふさわしい立地であることが初めての訪問でしたが、納得できました。今回の初めての現地への訪問は来年1月の NHK 大河ドラマ真田丸の決定で、今読み返している真田太平記の中の風景をどうしても生で見たかったからです。来年の今頃はかなりの登山者数の増加が期待され、周辺の施設を整える工事関係者の方々が登山口にいたのが心強かったものです。真田幸村が生まれた真田家は信州の小さな領主でした。周囲の大名たちが繰り広げる戦乱の荒波に翻弄される真田家。しかし的確に時代と人を読んだ幸村は、父や兄をはじめとした家族と共に知恵と勇気と努力で戦国の世を必死にサバイバルしていきます。そして大阪の陣を迎え大阪城へと向かったのでした。題名真田丸は幸村が大阪の陣で築いた砦の名前ですが、ドラマでは戦国の荒波に立ち向かう真田家を一艘の船に例えた筋書きとなっています。